八幡山城湿度豪路筒水城の湿度儀長化産。伏見城の金箔瓦舵水城の湿度瓦形物とは、過去の人類が残した土器や石器などの動産的なものの総称である。異物には人工異物と自然的異物がある。様々な道具や装飾品のうち、過去より伝わり、現在は使われなくなったもの。考古資料のうち、遺跡から出土する瓦形、石器。 陶磁器木器骨格器ガラス器金属器紙などを故障する。これらは、関係品だけではなく、破片や欠損品、未製品、反製品なども含んでいる。用途は、力、容器、調理具、煮た器具、衣服、履物、送信具、再衣具、文房具、冷暖房のための道具、貨幣など生活用具一切を含んでた木にわたる。 これら道具及びその道具を製作する過程にできる、副産物や原料、道具を作るための道具も異物であり、栽培ないし貯蔵、加工されたことが明らかな植物遺体がある。動物遺体ではその土地の子環境を示す、野生動物をはじめ、狩猟や漁業、消費により廃棄されたもの、家畜、愛顔動物など飼育荒れたもの、あるいは埋葬や採取目的で服装されたものなどがある。また、 トイレ以降から出土した排泄物などの有機物遺体も異物に含める。動物以外の人骨及び化石人骨については異物に含める場合と含めない場合がある。前者は異物の動産的要素を重視するのに対し、後者は異物を人類が残した道具一般その他とみなし、人類そのものは異物には当たらないという見解に基づく。全体的に見れば、 後者の用法が一般的であるが、前者のような用法も稀にある。さらに、本来は不動産的なものを構成する建物の一部も、現段階では、動産的なものに変化してしまった場合、遺物に含めることが多い。これらは、遺物一般と区別するため、高古遺物と呼ばれることがある。なお、仏像や仏具、心臓や寝具も出土品である場合、 伝生品とは区別して異物に含めて構わない。異物が出土した遺構の相乗、異物相互の共犯関係、あるいは、異物の接合関係などを分析することによって、異物、遺構の年代、異物それ自体の製作方法の研究、さらには、異物の形式学的な研究へと進み、さらには、出土異物の種類、頻度、分布データなどの分析によって、遺跡の年代や性格、 特徴を表すことができる。したがって、考古学研究にとって、異物の出土地点の記録及び異物そのものの分析貝塚から出土する食べ貸すとしての貝殻などの動物依存体、また、各種植物依存体個生物学の分野では、生物体の化石は、一体もしくは、意外と称する。例えば、イコー A から出土した異物と、イコー B から出土した異物が接合した場合、 以降、AAB の廃絶の時期はほぼ同時と推定できる。ありがとうございます。